キンテーラ・デ・レイラードは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカダ・テーラでセラノーバに属する。ガリシア統計局によると、2011年の人口は724人で、ある。住民故障は、クインテロン、ラ。ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.26%。キンテーラ・デ・レイラードは、オーレンセ県の西部に位置し、 コマルカダ・テーラーでセラノーバに属する。北は、ポンテデーバ、ゴメセンデとラミラス。東は、セラノーバとベレーア。西は、パドレンダの各自治体と隣接。そして南は、ポルトガルと接する。自治体中心地区は、レイラード教区のレイラード地区。近テーラでレイラードは、セラノーバ四方管轄区に属す。人口は5つの教区の30の集落に分散している。 自治体市長はガリシア国民党のホセアントニオペレスコルテス。自治体表議員はガリシア国民党6、ガリシア社会党1となっている。近程らでレーラードは5の教区に分けられる。ふとじは自治体中心地区のある教区。ありがとうございます。